お疲れ様です。マフィーです。今回はリゼロから始める異世界生活コラボ記念ガチャを回していきたいと思います。リゼロのことは私本当に何も知らなくて、いや何も知らないってことはないな。ちょっとだけ知ってる。なんか主人公が死んで生き返ってを繰り返す漫画で、このレムっていう子がすごい人気あるのだけ知ってる。あとなんかエミリアっていう子がすごいメインヒロインなんだけど、レムって子の方がなんか人気みたいな。トコ眉毛に聞いたんですけど、戦チャンピオンのね、あいつに聞いてみたら、あいつ結構詳しくて、なんかね、レムの方が人気ある現象っていうのは、いわばナルトで言うと、さくらよりひなたの方が人気あるみたいな感じらしいですね。つまりエミリアがさくらでレムがひなたみたいな感じなんですかね。全然本当にもう、それぐらいしか知らない。だからキャラクターとか全然わかんないんですけど、とりあえず今回このマスパックを2回回せるんですよ。2回回して、で、狙いとしてはエミリアレムかな。エミリアレムが出れば、撤退でいいかもしれない。あと個人的にこのレムってキャラ結構可愛いと思うんでね。こいつも取りたいかな。まあ性能的にも結構いいですし、あと、まあそうだな。一応今回ね、マスパックで当たんなかったら、このコラボ記念ピックアップガチャ、これでラムも取れるんで、こっちもね、狙っていきたいですね。あと、ついでに、あれだな、この全部見たときに、どれだっけ、あいつ、これちょっとリゼロ詳しい人にね、ほんと、ガチャ早く引けって話なんですけど、リゼロ詳しい人に聞きたいことがあって、これ、かっこいいなと思って、ビルヘルム。これね、前に性能解説したとき、エクスカリバーの方がいいじゃんみたいなこと言ったんですけど、キャラクターボイスが堀内健優さんで、しかもこのやっぱりねおじいちゃんで剣振るってるのがいい。なんかあれワンピースのレイリーみたいな感じでいいなと思ったんで、こいつもね狙っていきたいと思います。それ以外は特にエスゴマだったら欲しいとかはないかもしれないけど、まあでもせっかくのコラボ記念ガチャなんでね、何が出ても嬉しいところではあります。さあ頼むぞエミリムをノールベヒストとか、あとリザボルで使っていきたいんでね、頼むエミリム。なんか高速ラップするだな、エミリムって。エミリム。あ、レム。シャイ。オッケー。これは素晴らしいよ。スキルコインオルスのコンボライフだね。よし、レムちゃん出ました。いや、これ、一番人気だものね、これ欲しいって人多いと思うんですよ。いや、なんで、せっかくなんでね、動画にしていきたいと思うんですけども、まあ、エミレムも欲しいということで、もう一度松パック。ね。なんかコラボ記念でマツパック2回買えるってなかなかゴージャスですよね。そんなことなかなかないんですよね、いつもは。今回はそういうわけでもないということで、頼むぞ。エミリム。エミリム様の高速ラップを聞きたいな。あ、ラインハルトね。なんかラインハルトって、マリオストーリーのテレサみたいな名前じゃない。あー、ちゃうわ、あれレオンハルトや。レオンハルトとラインハルト若干名前似てそうですね。何かしら関係がありそうか。まあラインハルトも面白い性能はしてるんで、あ、でもキャラクターボイス中村さんなんだ。いいな。ワートリのジンさんと同じ声か。いいですね。悪くない。ってことで、これチケットガチャもちょいちょい回していきますか。今回は長丁場になる可能性が若干あるガチャの中でもね、エミレムがマジで欲しいんで、エミレムが今後ね、環境に来る可能性はね、なくはないと思うんだよな。特殊環境来たらエミレム強いと思うよ。なんで、ちょっとエミレムは取っときたいですね。なんかあいつに変わる性能の駒って今後出るかどうか怪しいところがあるし。お、なんだっけこいつ。フェリスじゃなくて、フェルト。なんか名前似てるな。フェリスとフェルトって絶対何かしらこれ関係あるでしょ。兄弟姉妹あ、関係なさそう。なんでこんな名前が似てるんや。レム、ラムみたいな感じじゃないのか。あとなんかね、ロムっていうキャラクターもいるらしい。聞いたところ。なんかロムっていうキャラクターはおじいちゃんらしいんですけど、なんでだろうな。でもなんか関係あるのかな。そういう、ね、レム、ラム、ロム絶対なんか関係あるでしょ。イムとかルムとかもいないんかな。安直家庭。さあ頼むぞ。ほい。あ、これ7人の小人。なんだっけこれ。牛輪スキル持ってるそうだな。アインス。はい。チケットも買い。このなんだろう、今回のコラボかなりね、キャラクターが多い代わりにマツパックも2回販売したりとか、あとチケットもね、毎日これ1日1回もらえると。でもらえて、そのかけら1個使わずともチケットで狙えるっていうのはなかなか魅力的かと思いますね。よいしょ。あー、ブルータル王がこれでもなんかリゼロに出てきそうじゃない。そんなことない。俺全然どんなアニメか知らないんですけど、なんかリゼロってね、俺ね、見る前ね、なんか恋愛アニメだと思ってたの。異世界生活でしょ。異世界に行って、この美少女たちとめっちゃ恋愛するみたいな、なんやろ、源くん物語的なアニメかと思ってたんですけど、あんまりそんなことないみたいですね。結構グロいシーンとか鬱なシーンもあるらしい。で、窓マギコラボの時窓マギ見たし、テンスラコラボの時テンスラ見たし、どっちも面白かったから、リゼロもちょっと見てみたいですね。どういうアニメか。まず単発からいきます。で、この、れですね。ピックアップ、ああ、まあ、英語マと。はい。てか、そういえば、英語マあんまり取れてないな。フェルトしか取れてない。ライネブラント。こっちは単発がないのか。なるほど。じゃあ、このね、ピックアップでエミネム狙っていきたいと思います。これ、ちょっと確率見ていいですか。確率気になるところではある。何パーで出んの、お前。あ、1%？ 1% ならこれ結構当たるっしょ。1% はいける。普段の超ゴマとか 0.4 とかだもんな。ピックアップされても。いける。1% なら俺引ける気がする。エミネム。今のところラインハルトとレムが出てるから、エミネムと、あとラムが出る可能性もあるのか。うん。ラムも欲しいな。ラムって人気ある？みんなレムって言うからさ、ラムの方が人気あるのかな。はい。あ、これフェリスちゃんのね。あ、この子かわいいな。なんか、うさ耳じゃねえわ。猫耳。あ、これ、ユーリスのはず。ユーリス。合ってる？あ、ユーリ、あー！俺、あれだ、ファイヤーエムブレムと間違えたわ。ファイヤーエムブレムのさ、追加コンテンツでさ、ボルフクラッセの、なんか、ボルフクラッセにユーリスって名前のキャラがいるんですよ。ちょっと似てるんよ。髪の毛の色とかさ。うわー。ユーリスじゃなくてユリウスか。うわー、でもあいつ強かったな。ってことで、はい、次行きます。そう、そいつと間違えた、今。完全に間違えたわ。ラムは人気ある。なんかラムはレムの、お姉さんらしいですね。うん、お姉さん。どうなんだろう。ラムって人気あるんかな。いや、あるか。ないことはないよな。頼むぞ、今、グルったぞ。はい。エミネム。なんかすごい早口言葉で。エミネム。えい！あ、ベアトリス。これ、ピックアップされてないよな。ピックアップ外から誕生と。これすごいな、巻き髪。この髪を作るのに相当時間かかりそう。うん。でもこのベアトリスはね、なんかレベル、あ、え？ちょっと、え？マックス？嘘？あ、いやでもこれって、あれか、コマバンクにぶち込めばさ、バンクに一回預けていいですか？バンクに預けて、あ、これスキルまで出るんだ。だからバンクにぶち込んで、引き出せば、レベル1になるから調整できるような、血を調整をしたくてさ、あ、ただこれスキル上げ直す必要あるからもしかして。ちょっとその辺の、ちょっと待ってね。確認。あ、上げ直す必要あるのか。血を調整するのが、ちょっと面白そうなキャラなので、せっかくなんでね、動画撮るときは血を調整でやっていきたいですね。はい。せい！さあ、エミネム。ベアトリス当たった。まだ引けてないのが、ラムと、ビルヘルムとエミネム。合ってるよな。エミネム。マジで、エミネムが欲しい。英語もまだ取れてないのあったっけ？神の英語も取れてない。なんだっけ？神の英語も。あいつ。バフやるやつ。くそ、忘れた。ダメだ。勉強不足ですね。リゼロ。あ、なんか来たぞ、おい。これ絶対確定室。なんか入ったでしょ、今。何入った、今。黒豆みたいなの入ったぞ。絶対これ確定室。エミネム。来いって。絶対いける。ここで引いたら、もうマジで撤退するから。お、2枚。ふっ！あー、レム！許す。可愛いから許す。あれだな。2回目コラボ来た時10日解放してね。2回目コラボとかあるかわからんけど。じゃあ次サービスいきます。そっち行くか。でもせめてラムが欲しかったかな。はい。まあ欲を言うとね。まあ。でもこのレムの声ってあれでしょ？ノイデと同じ声なんでしょ？すごいよな。やっぱオセロニアの声優って結構有名な人使ってるんだなって改めて認識しますね。改めて実感するぜ。S5 までないと。一回ちょっとボックス、あれですね。ちょっと、あれしておきましょう。で、第2ラウンドといくんですけど、ちょっとレム2体か。まあいいでしょ。全然、いやむしろ、ありがたく思うべき。てか今のレムいいな。スキルまで登場したから、いろいろと都合がいいですね。頼むぞ。エミネム。マジで今回エミネムが一番欲しいんよ。性能的にもね。あと見た目も、やっぱ2人っていうこともあって。なんかお得感あるやん。2人のキャラって。お得感があるから。ふっ！てか神の英語も出なくない？あいつ、なんて名前だっけ？まあいいや。これ合ってるような聞いてるから合ってない。でも一応こっちあれか、30個で引けるのか。こっちは何パで出るんだろう。こっち 0.7 とか。このね、信号マップっていう方が、ピックアップと違ってね、まんべんなく狙いやすいっていう方なんですけど、どうしよっかな。まあでも一回ちょっと今読み込み多かったんで、普通にね、上の方回していきましょう。あー、ロードが浅い。ロード浅い。これ絶対外れた。絶対外れた、これは。今、ロードだってね、1秒かかってなかったでしょ。あ、でもブルったぞ。ワンチャン。エミリム。ブルった。いや、ワンチャンあるよ。開幕一番ね。ラストはないか。犬一番。でかいじゃん。あー、シーリン。これフェルトめっちゃ出るな。フェルトめっちゃ出る。ちゃうねん。マジでエミリム欲しいねん、俺は。しかも来月からさ、シーズン3が始まると思うので、そういうところでもかけらはね、なるべく温存したいんですけど、ちょっとエミネムは欲しいじゃん。あー、待って、爆死か、これは。いや、でもレム出てるから爆死ではないんよ。実際、レインハルトとか、ベアトリスとか、かぶりがね、まあ、少ないところではあるから、全然爆死、あ、ついてきた。あ、そうそう、この子。名前はあ、クルシュ、それだ、クルシュ。よいしょ。ちょっと頼む。エミリア・レムが欲しい。てか、あとあれか、エミリア&パックも出てないのか。おお、なんか入ったぞ。あ、今あれか、ライアーゲームの福永みたいなやつか。ライアーゲームの福永みたいなやつが購入したぞ。これライアーゲームの福永が出るとかない。だから間違いない。ない。で、似てるよな、ライアーゲームの福永に。って言ったらさ、似てるかって言われて、俺似てると思うんだけどな、福永に。あー、1枚か。いや、いける。エミリアム、ここで引いた。ふっ、あー、そこじゃ。そこじゃないんだよな。サービスいきまーす。ちょっと待って。やばい、マジで出ない。じゃーん、マジで、しかもでもこれ取っときたいんよ。やっぱコラボのキャラってさ、なんかシンジの時みたいになんか、取れなかったら後悔しそうだからさ、まあ俺は取ったんだけど、なんか、結構シンジね、取り逃して、なんだろう、長い間苦しいみたいなところもあったと思うんですね。いろんな人によっては。だからさ、ちょっと本当に取っときたいんよな。あー、出ないよー。出てっけこれ。U字工事から懐かしいな。ごめんねですね。ちょっと出ないよ。あ、オッケー。虹のかけら。もうここで出よ。俺はもうここで撤退したいです。自分はここで撤退したいであります。頼む。エミレム。1% でしょ。1%。いけるって1%は。1% って結構高いって。頼むって。エミレム。絶対ここで出る。あー、ドラメレクを。最初期 ES5 枚な、これ。多分。あ、違うか。ジャンルだ。どっちだろう。まあ、わからんけど。出ないな。おー。でも S の羽振りが良くなってきたぞ。これ来るぞ。いや、エミレムがマジで欲しいの。てか、エミリアとは俺のこと嫌い、もしかして。エミリアパックも出てない。エミリアとは俺のこと嫌いですか？ちなみに俺、レムとエミリアタンだったら、いや、どっちも、あれもショートの方が好きだ。いや、でも、そっちはビッグアップじゃない。あ、惜しい。そこじゃないのよ。いや、お前ら合体しろ。エミリアンとレムフュージョンしろ。お前ら合体しろって。おし。福永確定演出。ちょ、頼む。マジで。エミリアンとは俺のこと嫌いなの。ねえ。まあ、俺どっちかっていうとショート派だけど、俺エミリアタンっていう呼び方でよろしい。大きい。3枚。これ絶対来た。エミリアル。よっしゃー。よかったマジで。よーし。危ねえ。エミリア。ああ。え、可愛い。でもこう見るとめっちゃ。あ、俺エミリア好きかもしんない。いや、レムもいいけど、エミリアの方がちょっと大人っぽくない？うん。ちょっとレムはね、おぼこい感じがするな。こっちは可愛いけど。いや、俺ちょっと年上派みたいなところあるから。うん。いや、いいな。いいわ。よかったー。マジで取れたー。ということで、無事取れました。マジで嬉しい。本当に嬉しい。最近ね、超ゴマパレードとかで結構新しい超ゴマとか、取れなかった時期が続いてたんで、今回本当に取れてよかったです。ということで、今日はここで終わります。でも大満足。レムも2体取って、エミリアも出て、エミリアレムも出て、取れてないのがラムと、あと、ビルヘルムか。うん。ビルヘルムって名前かっこいいな。なんか、デュエマ思い出すんですけど、まあ、そのね、エミリアレムがついに取れたということでね、しっかり動画にもしていきたいですし、レムとか、もう動画にしたいかなと思うので、よかったら、この動画が面白かったという方は、高評価とチャンネル登録、そして、エミリア・レムの動画もね、楽しみですよっていう方もね、ぜひ高評価とチャンネル登録をいただけると僕のモチベーションになりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。さよなら、バイバイ。